いちこです。今日は2020年11月21日土曜日です。高松の天気は曇り後晴れの予報です。今日は数日前からレオマチスを撮っていたのですが、スマホの調子が悪く動画が撮れていませんでしたので、再度チャレンジして撮りました。スマホは自転車に取り付けているのですが、数度5、6回ほど自転車から落として表面含め傷があります。増設メモリの認識も悪くなり、それが原因です。買い替えたいのですが予算の都合が。今回こまめに撮影したのでシーンが変化しますが問題ありません。今日の8時30分頃の動画です。自転車の童貞で皇帝ダリアをよく見かけましたので、その都度撮影してます。今日のお題は JR 八島駅をご紹介します。途中切れると思いますが、まずは第1回目です。よく八島駅には行きましたが、不思議なことにアップしていませんでした。今回は細やかに撮影したつもりです。構内もありますので最後までお付き合いお願いします。また途中でいつものように JR 八島駅をウィキペディアで読み上げます。ではどうぞ。系統出典フリー百科事典ウィキペディアより、系統はヒユカの一年生植物。競技には C アルゼンティー F クリステータシノニム C アルゼンティー VAR クリステータを言うが、本記事では特に断らない限り C アルゼンティーを系統ということにする。学名は燃焼という意味のギリシャ語に由来する。系統の花が燃え盛る炎を彷彿とさせるのが根拠と思われる。夏から秋にかけ赤、桃色、黄色などの花穂ができる。その形状が鶏のトサカンに似ていることからこの名がついた。夏季は6月から9月頃。概要、原産地はアジア、アフリカの熱帯地方と推定され、日本には奈良時代に中国を経由して渡来した。かつてはカラーイと呼ばれていた。花の色は赤や黄色を基調とするが、橙、紫、ピンクなど様々な色の園芸品種がある。栽培にあたっては移植を嫌うので磁気巻きする。種は健康性で日光の当たる場所では発芽しない。アルカリ性の土壌を好み、栽培は簡単である。花穂の形状の異なる羽毛系統、クルメ系統、トサカ系統などの系統がある。花と葉はアフリカと東南アジアで食用とされている。以下省略します。レオノチス、特徴及び栽培のポイント。ライオンの耳という名のついた花はビロードのような肌触りをしています。細長い花が輪状について花火のようにも見えます。強健で乾燥した痩せ地でよく育ちます。日当たり水はけの良い場所を好みます。初夏に枝を切り詰めると草丈が低く抑えられます。冬は室内に入れるか十分な霜よけをしてやりましょう。3から4月の葉種や挿し芽、株分けで増やすことができます。南アフリカ原産。
学名のレオノキスはギリシャ語でライオンの意味レオンと耳の意味ガウスという言葉が語源になっている。果敢の姿をライオンの耳に見立てたことが由来で、英名もこの特徴からライオンズイヤー、ライオンズイヤーと呼ぶ。また和名はこの姿を燃え上がる炎に見立てて火炎キセワタと呼ぶ。レオノチスの別名火炎キセワタ、ライオンズイヤー、ライオンズテール、レオノチス星児、ワイルドダッカ、玉咲きメハジキ、学名レオノティスネペタエホイヤ。以上でレオノティスの読み上げは終わります。日々草出典フリー百科事典ウィキペディアより、日々草学名カタランサスローザ数は氷竹桃花日々草属の一年草。初夏から晩秋まで次々に花が咲くので日々草という。菊花の百日草とは異なる。形態生態、原種は小低木で匍匐する傾向があるが、一般には一年草として観賞用に改良された品種は直立するものが多い。葉は長楕円形で対生する。花は直径3から4センチメートル程度で、花びらは5裂し、色は白、ピンク、赤、赤紫などがあり、中心だけ色が違うものもある毒性。日々草にはリンカアルカロイドと総称される10種以上のアルカロイドが全草に含まれる。そのうちリンクリスチンとビンブラスチンには最後分裂阻害作用、チューブリン脱中合によるがある。抵抗剤として用いられるが、脱毛などの副作用毒性があるので素人の利用は危険。鈍色すると嘔吐や下痢程度では済まない。症状、中枢神経刺激作用、心機能障害、痙攣、筋肉麻痺、嘔吐。分布生育地マダガスカル原産で、熱帯各地に野生化する。温帯でも栽培可能である。モーリシャス原産。人間との関わり、観賞用に栽培される。以下省略します。
八島駅。出典フリー百科事典ウィキペディアより。八島駅は香川県高松市高松町にある四国旅客鉄道 JR 四国高徳線の駅である。駅番号は T23。 歴史、1925年大正14年8月1日鉄道省高徳線の駅として開業。1987年昭和62年4月1日国鉄分割民営化に伴い四国旅客鉄道 JR 四国の駅となる。同時に無人駅となる。以下途中省略します。2020年令和2年3月14日 IC カードイコカの利用が可能となる。 IC カード専用簡易改札機で対応。駅構造、島式相対式ホーム2面3線を持つ地上駅。2番乗り場が1線スルーになっているが、停車列車は駅舎側の1番乗り場を優先的に使用する。自由席特急券の発売が可能な自動券売機が設置されている。かつては駅舎内に JR 四国グループのパン屋ウィリーウィンキーが併設されていた。以上で読み上げは終了いたします。皆様に幸多からんことをお祈りいたします。